ザッキーです。今日は来ちゃいましたね。昼間なんですけど、カップ焼きそば食べようとしたら、はい、なんと落としてしまいました。楽しみにしていたカップ焼きそば食べられなかったんですよ。ドガララーン。あなたが落とした焼きそばはこの超大盛りの極激辛ペヤング、はい、それともこの極激辛担々ペヤング、どっち？いや、普通の焼きそば、普通の焼きそばを食べたい。体の中がもうやばいし、この間もう動画で死にかけたんで、さすがに普通の焼きそばがいいっす。わかった。じゃあこっちね。マジで。で、また死ぬじゃないです。死ぬやつじゃないですか、本当に。いや、これはタンタンだからさ。おタンタンだからそんなだと思うよ。マジで。しかも、今日、発売、新発売の、はい、極激辛タンタン、イエーイイエーイじゃないよ。やばいでしょ。これはね、まあ、極激辛さんもさ、どんどん辛くなってきてるんで、これ辛いかとかまだ誰も動画も出してないんで。確かに確かに。ザッキーさんが、はい、もう本邦初公開みたいな感じです。僕はです、正直に言うんで、大したことないと思うんで。タンタン今までのってなんか結構辛そうだったじゃないですか。焼きそばとかさ、うん、ラーメンもさ、タンタン麺はやっぱ辛くなるわけじゃん、普通のラーメンに比べて。確かに。で、極激辛で言うとさ、うん、極激辛の普通のやつは焼きそばの極激辛バージョンでしょ、はい、で、カレーは極激辛のカレーバージョンの普通バージョンとカレーバージョンってそんな辛くはないわけだ。確かに。でも、辛いタンタンのバージョンが出たってことは、はい、今までで一番辛いと思うやん。わかった、じゃあそれを俺が検証していきますよ。だから、うん、この今までで、はい、今までのどの極激辛も食べきれてないザッキーが、はい、今までで一番辛いかもしれない、はい、極激辛タンタンにやっぱ挑戦することによって、はい、みんなにやっぱ夢を与えられるんじゃないかなと俺はそこまで考えた。そうですね、やっぱ夢を与えたいんで。そう、夢を与えたい。僕の夢なんでね。そうなんでね、そろそろちょっと見せてやろうかなと思って。この間は夢を与えようと思って笑いしか与えてなかったからさ。なるほど、夢を。わかりました。はい、というわけでね、ちょうどお湯ができました。できちゃいました。うわ、もういっちゃってください。いっちゃいますか。エスケットは今回なしですか。ノースケット。ノースケット。死にます。やっぱ夢を与えるためにはさ、はい、まあ、そうだね。敵を倒すときにさ、いつもさ、ヒーローものってなんか5人がかりとか倒してるけどさ、はい、あれのってちょっとさ、いじめじゃない。 まあ確かにいじめ。やっぱ怠慢、怠慢、極激辛との怠慢をやっぱ見たいと思うんで、みんな。わかりました。今回も、はい、やっぱり不正というかさ、そうですね、できないようにお湯もきれいに一滴残らず、やっぱ暑さがやっぱりあれですよね、課題ですよね。暑さを制すものでは、やっぱ試合を制すっていうこともありますからね。ないね。ないですか。ホース多くね。いや、多いね。こんなもん、いつもこれよ。非常に辛み成分が強いので十分にご注意ください。毎回書いてる気がする。うん、はい、というわけで3分経ちましたので、極激辛の担々ソースを加えていきたいと思います。はい、ちゃんと水も。緑多くない？なんかネギというかニラね、匂いがね、なんかこれ塩焼きそばだったらうまそうだね。うん、あ、なんかすごいこれでもううまそうな感じがする。いいんじゃない、それ食べたら。これをあっ、もう箸止めちゃダメだ。箸止めたらもう今回もチャレンジいっぱいしちゃうから。もう箸止めたらダメ。もう一歩ずつ、どんなに小さくても一歩ずつ箸を止めちゃダメ。箸止めちゃダメ。箸は動かし続ける。箸口
口を開けて箸は動かし続けること。味噌ダメもどんなに吹き出しても吹き出した以上の麺をすすり込めば必ず減るからね。自分を信じて。いけるいけるいける。33秒。やばいやばいやばい。はいはい。え、やばいやばいやばい。一気にもうガッギュンって。やばい、あと2秒。ギュンってギュンギュンって。あ、ダメだ。じゃあダメだったね。食レポお願いします。どう、今まで全ての奥義からチャレンジしてきましたけど、どうですか、何番目ですか。3番目。え、一番辛くないってこと。嘘、一番辛いかもしれない。どっち。いっ、熱い。タンタンがやばいっす。旨味はどう、タンタン麺の。全部一緒。もう辛いの一緒。え、もうタンタンとかわかんないんだ。うん、もうタンタンとかわかんない。まだ結構残ってるからね。一つだけ言うと、はい、これタンタンと出ないね。タンタンだけ、ね。あ、これ嘘つきだ。いや、ほんと余裕で食ってるな、こんなギャグかませるな。嘘、嘘、ほんとに。あ、そうね、出川だな、これ。やばいよ、やばいよ。で、出川的なやつだ。貧血になるのか、ほんと、貧血。え、これ残すの。食べますよ、おいしく。おいしく。あの、腕がしびれてくる。痒くなってくる。痒くはなんないんですけど、ビリビリくる。マジ。食べる。いや、いい、別に一緒だからさ。普通の焼きそば食べたかった。いや、俺聞いたじゃん、あなたが落としたのは。飲むヨーグルトでもいいですか。うん、いただきます。待て、数々の修羅場をくぐり抜けて10勝してきたっていうザッキーでも今回のタンタン食えなかったですね。まあ実証できてないけどね。百戦錬磨のザッキーって修羅場をくぐり抜けずに終わることが多くて。いただきます。リセット。おい。いけんじゃない今のうちに。に膜があるうちに。いけそうな気がする。本当に。うん、25秒かかる。今口入れた瞬間吹いて拒絶反応じゃん。食べてないのにいきなり熱くなってきたもん。拒絶反応起こして汗。ちょっとカメラだと分かんないね。そこはなんか編集の力使ってよ。本当に辛いの。なんかあんま辛そうじゃないんだよな。辛い来た。俺なんかふざける余裕があるっていうかさ。辛いタンタンタン。いや、もう完全にふざけてるよ。戻ってきてタンタンが。タンタンが。でも諦めたらここで試合終了だよ。行く？これもしかしてあれ？タイムトライアルしてる？そう。どうしたどうした？足がしびれてきた。さ、正座してるからじゃない？え、正座してなかったよ。ちょっと正座したけど、うん、腕から足に来た。どういうこと？え、なんかね、足がしびれてる。だからそれ、だから地べったに座ってたからだって。嘘。足浮かしたらいい？うん、こうやって。そう。ふざけてないからね。足、痛い。辛いのとしびれって関係あんの？ああ、関係あるんじゃない。痛い。痛い痛い痛い。欲しがるね。欲しがる。本当に辛い。はい、痛い。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 痛